目指せ北関東制覇ピエルです。本日私は茨城笠間市の方に来ております。いやー見てください、青もみじが綺麗だね。いやー全然今回の本編とは関係ないんだけど、いやー綺麗だ。いや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 、というわけで本日私は笠間山にあります羊公園の方に来ております。羊です、あの難しい感じの羊です。行ってみましょう。本日2024年4月26日見頃でございます。あ、笠間羊祭って書いてあるね。というわけで入り口でマップをいただきまして、第3ゲートから入ってきました。いいですね、満開ですね。昨日満開になったって今立ち話のおじちゃんが言ってましたね。まだでもゴールデンウィーク明けぐらいまで全然見れますからね。うわすごいなあ、あっちの館林の、去年いた館林の方がまあ丘の上に全部あるって感じで、ここはもう山ですからね。だいぶ山も登ってきましたね。あーいいね、いろんな種類のがとにかくあるから、多分全部見つけるだけでも大変なんじゃないかぐらいだよね。あ、なるほど、こっちは山頂近道の道先の、こういう風に中も入れたり結構自由に入れるね。うわー、ここ今歩いてきたぞ。これを上から見るとすごいよね。これはちょっと山頂が楽しみだね。うおすごいすごいすごい、いやすごい、あのなんか東屋があるところが頂上なのかな。違うね、ポッと上があるね。うわーすごいすごい、右も左もなんでね、なんかちょっとしたテーマパークに迷い込んでるかのような。これは迷子になるね、迷子になる方もいるんですよみたいな話したけど、ここら辺は赤だね、くれないって感じだよね。白、ピンク、桃色、くれない。すごい。山頂が上。右もすごいよな。右もいいね。いやー、多分ね、赤も何百色とあるね。かっこアンミカさんより。山からを見える向こうの景色も最高にいいね。はぁ、あ、はぁ、あ、すごい、すごい。絶景だ。山頂に到着しましたね。第3ゲートからだとすぐですね。わぁ、はあ、景色がいいや。すごいすごい。あ、これがここの醍醐味だね。下もすごい、遠くもすごいね。なんだ、ヒノキ舞台。ヒノキ入っちゃダメだよね。イベントとかもあったりするんだろうね。あ、展望台あるね。展望台行こうか。すごいな。すごいな。これは逆かわ。観音さん。何の観音さん？今来たのは第3ゲートからこう来てこう来て山頂か。まだ半分なんだね。こっち側が先取ってた部分だろうね。行ってみようか。
さっきの観音様だね。いや、ツツジも綺麗です。多分どっかの方向を向いてるとかはあるんだけど、天気もいいな、すごいな。いや、展望台よりここの方がよくね、近くに見えるしね。うわ、すげえ。あの三角形のあずまやなのかな。左ダニゲット、右ダイチゲット、ここら辺は何色っていうのかな、ピンクなのかな、朱色なのかな、そこら辺の色が多いね。山丸ごとだよ本当に。なんかちょっとしただから、なんか迷路のアトラクションの中にツツジでできた迷路を歩いているような感覚だよね。第一ゲート稲荷駐車場、こっち行こうか今度。さっきから迷路、あそこのところすごいよね。でもあそこはね、近づかずにこのぐらいの距離が一番綺麗。あ、しかも奥に藤がすごい、猛者、猛者だね。いやいや、すごいすごいすごい。ほんと地図もらってきてよかった。ここ迷子になるわ。この白いの鮮やかだね。赤もそのこの紅白がいいよね。さっきの藤に近づいてきたね。すげえなぁ。住んでる春日部も藤って藤棚とかあったりして綺麗だけど、ああいうのじゃないもんね。あの、つららみたいになってるもんね。よし。ああ、すごいな。この対比もすごいよね。まあ、4月5月のこのゴールディンク近辺の代表する2つだよね。こっちはなんかどっちかというと庭園っぽい感じだよね。ちょっと大人の雰囲気になったね。モサじゃなく。あと、ものすげえ蜂が飛んでる。すげえな。クマバチだな。すごいホバリングしてる。わかる？おっと、危ねえ。で、まあ、駐車場も、無料の駐車場が何個か周り中にありますので、臨時駐車場もたくさんありますんでね。まあ、僕は今回臨時駐車場に。歩いて5分ぐらいかな、歩いてから来た感じなんですけど。いやいやいや、迷路だ本当に。こうただ歩くたびにこう見る角度が変わってくるからすごいね。いやいやいや、山頂の方に戻ってきたね。いや、ここもね、以前、笠間城跡に来た時に、駐車場出てすぐに、ツツジって書いてあって、あれ？思って見てみたら有名なところでね。いやー、すげえ。いやー、もう映えるスポットもたくさんありますし、最高ですね、ここ。山だけども全然登る感じもないんで。来てる方々も、深夜の方々も。全然余裕で歩けるぐらい。すげえな。こっちが第二ゲート方面らしいね。いや、上からもすごい。お気をつけてお帰りくださいとか書いてあるね、あそこ。あれ第二ゲートなのかな。これ色違うね、一株で。いやすごいな。
かそこにぽっつりと椅子があるな。あそこいいな。行ってみようかな。こう第3ゲート入ってすぐのところですけども、帰り道ですね、今。いやすっごい。うわぁ。いやぁ。見たことない人は、ツツジ見に来ようよ。はい、というわけで本日は茨城県笠間市にあります、いやー素晴らしい笠間ツツジ祭りの方でございましたと。まあなんだったら貞子の井戸でも見て帰ってくださいってところですかね。はい、アクセスです。車ですと北関東自動車道友部インターを降りまして10分から15分、電車ですと笠間駅を降りまして徒歩で40分、まあ、またはタクシーで10分というところになっております。いやいやいや、いいね、ツツジの音色で。まだ昨日が満開って話なんでね、ゴールデンウィークいっぱい見れますので、ぜひ皆さん笠間市ツツジ公園の方においでくださいませ。ご視聴ありがとうございました。